グフ、やはりお前がダチョウ下がんのか。とおおおおおボコの、はい、どうもタルタコスです。今回のねバルヘイムなんですが、実装されてる中では最後になります。ラスボスヤグリスですね。こいつの方を討伐していきます。最後のボス戦ということでね、ちょっと私めも気合が入っておりまして、最後ぐらいケチョンケチョンにやっつけてやろうじゃないかと。以前のモデルとかフルボッコにされたので、最後ぐらいケチョンケチョンにやっつけてやろうという勢いで装備充実させました。ドラグルの牙フル強化、そして剣ですね、黒金属の剣もフル強化で、防具もフル強化と、で新しい相棒フロスナー、これもフル強化しております。はい、長かったです。金属、必要金属が多すぎた。はい、頑張って運びました。そしてね、前回作ったこの食事を掛け合わせてね、攻略していきたいんですけど、まあ主にね、ちょっと弓矢使って攻略しようかなと思ってまして、でそのドラゴルの牙を使っていくんですけど、その中でも効く弓矢ですね、矢が、この下の矢、これですね。これもまあこれだけあれば倒せちゃうかなっていうぐらいは作りました。またまあ倒れへんかったらまた調達して頑張っていきましょう。それじゃあね、一旦ボスの場所まで行ってみましょうか。まだ行ってないんですけど、ロケーションでね登録はしてあるんですよ。ここですね。ということでヤグリス討伐しに行きましょうか。それじゃ行ってみよう。待ってろよおい。はい、到着とは。なるほどなるほど、近くにちょっとゴブリンの拠点があるな。これはまずいな。先にこいつらを撲滅させてからやな。よし、これで全部かな。とりあえず掃除が終わりましたと。どんなところなんやろな。ほう、いかにもっていうとこっすね。雰囲気出てんな。この拠点も危なそうなんで掃除しましょうか。掃除だ掃除。はい、ということでゴブリンの掃除が終わりまして、拠点の近くにあったゴブリンの砦みたいなところをね、ポータル立てて、ここからいつでも復帰できるようにしようと思うんですが、ボス戦はいつも基本的にこういう拠点っていうのはすぐ壊されてしまうんですよ。ですがコメント欄でね教えていただいた、あの最強の壁ですよ。そうです、地面を盛り上げる、これでね鉄壁の壁を作れば壊れることはないと、ボスに壊される心配もないんじゃないかと思いましてね。つまり鉄壁の砦を作ることによっていつでもここから復帰してボスに挑めると。死んでも大丈夫ということですよ。今回はねケチョンケチョンにしたいんで、ケチョンケチョンで死ぬ前提やけど。やってること壁を作っていきましょう。
よし、これでどうだろう。とっていう感じで登場するみたいな。ちょっとみすぼらしいけど、これでいこう。よし、装備よし、食事よし、そして休憩済みのバフも OK。 ぶちのめしてやるぜ、待ってやがれ。さあ行くぜ、イデオヤグリス。どんなやつだ。さあラスト、張り切っていきましょう。ん？なになに？おお、なんか、ああ、骸骨か。さて、どんな攻撃をしてくるんだ？おお、なんだなんだ、メテオか。ああ、うわ、めっちゃ怖いやん。ちょ、あつあつあつ。おお、何あれ。なんかよくわからへんな。弱点はどこだ。弱点あんのか。あんまり弓矢は効いてる感じらしいな。おお、この石の柱がいい感じの防御になってるよ。こいつ固定放題かよ。そんなに強くなさそうなんだが。近接とかの方がええんかな。ただあんま近く行きたくないねんな、強そう。なんかあー、食らうのは食らうか。食うのは効くけど死んじゃう死んじゃう死んじゃう、危な。近くは危険やな。ほっと待っとるぞ。またか、出たか、恒例のバグ。バグさえも味方につけてしまう。それが私、タルタコスでございますよ。いや、マジで動かへんねんけど、大丈夫か。あら？え、ほんまに何もしきひん。大丈夫？ちょっと。あ、やっと動いた。やっと動いた。よかったよかった。うわ、やばい、死ぬ。あー、やっちゃったか。うふ。やはりお前が立ち塞がんのか。とぅ、おぉおぉ。秒で感知してきやがる、あの虫マジで。ボコの。待って、装備ください、装備を返してください。おお、なんか奇跡的に生きてる。ほい、うふう、おお、うっ、うっ、うっ、よし、 OK。 よっしゃ、行こう。もうすぐそこまで来とるやん。お、お前、動けたのか。なくなったか。
よし、とりあえず私準備不足を痛感いたしました。いやー、まさか。ちょっと強かったね。うん、予想以上に。ということでね、こんだけ弓矢を作りまして、そしてまあ食事も新しく作りました。そしてね、非耐性大麦ワイン、これないとちょっときついなと。あの燃えるのを無効化してくれるので、はい、これが真の準備です。皆さん、さっきのは忘れてください。これが真の準備です。さっきのはね、まあ上腕序章ですよ、序章。こっからが本編なんで、こんだけあればまあさすがに倒れるやろあいつも。こんな感じでヤグリスさんはもう体力満タンでございますが、まあね、大丈夫ですよ。うわー、お、全然痛くない。さすが日野、非耐性ワイン素晴らしい、いいですよ。あれ全然効かへんな。これワンチャン試験戦いけんじゃん。お、全然いけんぞ。大骨がある限りいけるわ。ラッキー、これはいい。お前のせいで動画投稿の時間がな、伸びたんやぞ、だいぶ。シュッ、ああ、もう食らん食らん、そんなもん。食らおん。おお、半分削ったぞ。ちょっとそろそろやばいし、逃げよう。おお、よしよしよし、いいぞ。半分削ったのでかい、かなりでかい。あとはちょっと大骨が回復するまでは弓矢やな。あと1分か、まあいい、万全を期すために。ここは休憩済み取るか。元気100倍タルタコス。最後、さあ、お前の命は終わりだ、アバヨヤグルス。あと30秒、30秒いけるか。30秒、なんやこの謎の当たり判定のなさは。どこに攻撃しねえこれ。くっそー、削りきれんかったか。がしかし貴様は虫の息。さあ死んでもらおうか、ヤグルス。いい試合だったぜ。さあチェックメイトだ。しれ、よし、いやー準備した甲斐があったぜ。ざまみやがるバカ。はいやー、またこの村に平和が訪れたな。いや、このね、土を盛り上げた要塞のおかげで倒せましたよ。不格好ではありますが、無敵の高度を誇ってくれました。この情報を教えてくださった方、本当に感謝しております。
討伐完了。あれはい、はい、ということでね、無事ヤグロスの方討伐できました。バルヘイムでは実質こいつが最後のボスになりますと。よってね、攻略動画という形ではこれが最後になります。いやーほんとね、いろいろありすぎて覚えてないですが、まあ何回死んだかと言われれば多分100回以上は死んでます。はい、多分100回以上死んでるんじゃないかな。うんまあね、ここまでくじけずに来れたのも、まあ、情報をくださった方いたり、そしてなおかつ、まあ、見ていただいている視聴者さんのためにね、諦めるわけにはいかないという根性を持って、なんとかここまで来れました。本当にね、感謝しております。ありがとうございました。そしてね、次からなんですけど、ボスを倒す以外にもバルヘイム、まだまだやることあります。その中の一つ、私がやりたいと思ってるのが、島を丸ごと、ちょっとタコス村、つまり村にね、してみたら面白いんじゃないかなと思いまして、はい。ずっとやってみたかったんですよ。タコス村を作ろうですよ、次は。まあ、できんのかっていう話なんですけど、まあね、何事もチャレンジしていこうかなと思います。といってもね、僕、建築とかそういうのに関しては本当に素人なんで、ちょっと今から勉強してまた動画をね上げていきたいなと思います。またもし建築に関してね、もうこうやった方がいいよとかいうのあったら、どんどんコメント欄の方投稿していただけると本当に助かります。なのでね、次回の動画ちょっともしかしたら投稿期間まだ長くなるかもしれませんが、ぜひ楽しみに待っていただけると幸いです。それじゃあね、今回はここまでで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。